馬鹿は縦紙が最も目立つ動物の一つ。縦紙とは、動物の頸部もしくは頭部に密集して生える長い毛のことである。代表的なものとして、馬やライオン、ハイエナなどのものがある。時に、人の頭髪や髭も縦紙の一種と解釈される。体温調節や、頭部、頸部の物理的保護のためにある部位と考えられている。 戦死時代における日本列島の在来種に縦紙を持つ動物が見当たらないことから日本人にとっての縦紙は馬の伝来によって始まったと考えられる。英語では縦紙をメインという。また、ラテン語のクリスタに由来して道義を第一とするクレストの副次的語義の一つに首筋、縦紙がある。 縦髪を持つ動物は哺乳類に限定されるものではないが、ここで言う、毛を持つ原生の動物は哺乳類のみであり、したがって、原生に限れば、縦髪は哺乳類の特徴であると言える。縦髪はその生え方から次のように対別できる。また、前者は、毛足の長短からさらに次のように分類が可能。イボイノシシ毛足の長い縦髪が、特徴的原生シフト時は、 特徴が顕著なもの。化石種特筆するだけの価値あるもののみ。は、絶滅の意。スミロドン競馬社会では、現役競争馬の縦紙を切ることは、縁起が悪いというジンクスが存在する。このジンクスを物語る、代表的な例として、成田ブライアンが右股関節炎を発症し、その後後後遺症に苦しんだことが挙げられる。1995年、 関西テレビ富士テレビ系列で放送されていた視聴者、参加型オークション番組、トンネルズのハンマープライスに、関係者から提供された、成田ブライアンの縦紙数十本が出品された。これは44万円で落札され、実際に出品から2ヶ月後の同年4月に、成田ブライアンは、故障を発症した。成田ブライアンの調教師を担当していた。 大久保西洋は後にそのジンクスを念頭に置いて、成田ブライアンが走らなくなったのは縦紙を取られてからだとコメントしている。2019年9月には15日に、北海道日高町のベルサイユファームに、掲揚されていた大気シャトルとローズキングダム、16日に日高町の日清牧場に、掲揚されていたビワハヤヒデ、18日には、 浦河町の観光宿泊施設、浦河優春ヴィレッジアイルで、ウイニングチケットの縦紙が相次いで切り取られ、さらにウイニングチケットの縦紙が、フリマアプリ、メルカリに出品されるという事態が発生した。翌2020年3月27日には、埼玉県川口市に住む55歳の女性が、待機シャトルの縦紙を切断したとして、器物破損容疑により逮捕された。 橋本善光、成田ブライアンを忘れない、私が見つめた、最強三冠馬の奇跡ベストセラーズ、1997年。ISBN45 億8418万2884。305から306ページ。待機シャトルとローズキングダムの縦紙切られる今日から、見学一時中止、予約は個別に対応。ニュース、スポーツ 2020年11月8日閲覧。菊花賞日は早日でも、被害縦紙切り取られる4投目。sankei.com。産経新聞。2020年11月8日閲覧。ウイニングチケットの縦紙切られメルカリ出品。nikkansports.com。日刊スポーツ。2020年11月8日閲覧。 相次ぐ名馬の縦紙被害に見学時間の短縮や中止も news.netkeiba.com 株式会社ネットドリーマーズ2020年11月8日閲覧名馬の縦紙を切断した疑い55歳女を逮捕北海道日高町 nhk.or.jp n h k ニュース、2 0 2 0年11月8日閲覧 ありがとうございます。